トランスポートレイヤーセキュリティはインターネットなどのコンピュータネットワークにおいてセキュリティを要求される通信を行うためのプロトコルである。主な機能として通信相手の認証、通信内容の暗号化、改ざんの検出を提供する。TLS は IETF によって策定された。当プロトコルは SSL と呼ばれることも多い。これは TLS の元になったプロトコルが SSL であり、その SSL という名称が広く普及していることによる。2020年現在の最新版は TLS1.3 である。TLS は多くの場合、コネクション型のトランスポート層プロトコルとアプリケーション層の間で使われる。特に HTTP での利用を意識して設計されているが、 アプリケーション層の特定のプロトコルには依存せず、様々なアプリケーションにおいて使われている。TLS1.1 以降を基にしたプロトコルが UDP や DCCP といったデータグラム型プロトコル上でも実装されており、こちらはデータグラムトランスポートレイヤーセキュリティとして独立して標準化されている。TLS は HTTP などのアプリケーション層のプロトコルと組み合わせることで HTTPS などセキュアな通信プロトコルを実現している。そのようなプロトコルとして以下のものがある。TLS は特定のアプリケーション層プロトコルに依存しないため HTTP 以外にも多くのプロトコルにおいて採用され、クレジットカード情報や個人情報、その他の機密情報を通信する際の手段として、 活用されている。既存のアプリケーション層プロトコルで TLS を利用する場合、大きく二つの適用方式が考えられる。まず一つは、階層の接続を確立したらすぐに TLS のネゴシエーションを開始し、TLS 接続が確立してからアプリケーション層プロトコルの通信を開始する方式である。もう一つは、 まず既存のアプリケーション層プロトコルで通信を開始し、その中で TLS への切り替えを指示する方式である。切り替えコマンドとしてストトルズが広まっているため、この方式自体をストトルズと呼ぶこともある。前者はアプリケーション層のプロトコルを全く変更しなくて済むことが利点である。その反面、平文で接続を開始する実装と共存できなくなるため、 既存のポート番号とは別に TLS 対応用のポート番号が必要となる。実態としては SSL、SS TLS の最初の適用例である HTTPS をはじめとして全社の方式を使うことが多い。ただし、この方式はバーチャルホストを構成する際に問題となる可能性がある。詳細はバーチャルホストの節を参照。なお、ポート番号を分ける方式を SSL、同一ポート番号で切り替える方式を TLS と呼んでいる実装もある。TLS、SSL という用語の区別がプロトコルのバージョンを指しているか、アプリケーション層プロトコルへの適用方式を指しているかは文脈で判断する必要がある。TLS 適用の有無と使用アルゴリズムの強度 TLS を導入さえすれば、セキュリティが確保できるという認識は誤っている。 TLS 通信は、平文での通信に比べて余分な計算機能力を使用するため、本当に必要な時以外は使用しないことが多い。システムはデータの重要性を判断することができないので、TLS が必要な時に正しく使われているか、どうかは利用者自身が判断しなければならない。文字ら Firefox における、南京上アイコンの例特に、ワールドワイドウェブでは、 ハイパーリンクによるページ遷移を繰り返して処理を行うため、どの通信で SSL、TLS が使用されているか把握することが重要になる。多くのウェブブラウザは画面のどこかに軟禁状のアイコンを表示したり、アドレスバーの色を変化させたりして利用者に情報を提供している。また実際に使用するアルゴリズムは双方のネゴシエーションによって決まるため、 TLS を使用していてもシステムとして許容はするが推奨できないアルゴリズムが採用される可能性がある。このような場合もダイアログメッセージなどを使って利用者に警告すべきである。証明書の正当性 TLS は公開化に証明書を用いて認証を行い、成りすましを極力排除しようとする。しかしシステムの自動的な対応には限界があり、 すべての成りすましを検出できるわけではない。公開鍵証明書には認証局による電子署名が与えられる。その署名の正当性を評価するためには認証局の証明書が必要であり、最終的にはルート証明書と呼ばれる一群の証明書に行き着く。各システムは認証局の証明書として信用できるルート、証明書をあらかじめ保持している。認証局は 自身の秘密鍵を厳重に取得し、また証明書の発行にあたっては正当なサーバー管理者かどうか確認することが求められる。これらが保証されない認証局のルート証明書を組み込むことは TLS における認証機能を破綻させることになる。仮に認証局自体は安全でも入手したルート証明書が本当に意図する認証局のものかどうか判断することは 難しいという点も注意すべきである。TLS で認証を行うためには、認証局の署名に加えて、証明書の発行先を確認する必要がある。確認しない場合、サーバー A の管理権限を持たない者が、サーバー B として正当な証明書を取得し、その証明書を使って、サーバー A を名乗ることができてしまう。TLS 用のサーバー証明書には、 発行先サーバのホスト名が書き込まれており、クライアントは自分が接続しようとしているサーバのホスト名と一致するかどうか確認することができる。現実には正当なサーバであっても、これらの検証において問題があると判断される証明書を使って運用されているサーバが少なからず存在する。セキュリティ研究者の高木博光はこのような証明書のことをオレオレ詐欺をもじって、 オレオレ証明書と呼んで批判している。この検証は、システムに指示された接続先のホスト名と実際に、接続した先のホスト名が一致することを検証しているのであり、利用者が意図する接続先とは、必ずしも一致しないことに注意する必要がある。例として、利用者が意図する接続先であるサーバー A が、 ホスト名 w w w e x a m p l e c o m でサービスを提供しており、攻撃者はサーバ B およびホスト名 w w w e x a m p l e o r g を取得している場合を考える。仮に攻撃者が DNS 偽装に成功して w w w e x a m p l e c o m への接続をサーバ B に導くことができたとしても、 www.example.com のサーバー証明書を入手できないので TLS 接続を提供することはできない。しかし攻撃者も www.example.org のサーバー証明書を入手することはできる。従ってサーバー A に接続しようとしている利用者を www.example.com ではなく ww.example.org w へ接続させることができれば、クライアントからは正当な証明書を持ったサーバーとしか見えない。上記のような例も考慮した上で、利用者が意図している接続先かどうかを判断するためには、以下の2つの条件を満たす必要がある。利用者は意図する接続先の正しいホスト名を知っている。 利用者は現在システムに指示されている接続先が自分の知っている正しいホスト名と一致していることを確認できる。2は情報処理推進機構が公開している安全なウェブサイトの作り方という文書のフィッシング詐欺を助長しないための対策に対応する。乱数の品質化の多くの近代暗号と同様に TLS もまた暗号としての強度は 乱数の品質に依存している。桁数の大きな暗号は推測が難しいという前提が暗号強度の根拠となっている。もし何らかの理由で乱数の出現確率が大きく偏るようなことがあれば、相当たり攻撃で解読される可能性が上昇する。通常はこれは実装の問題に起因している。古い例では熱付一部の初期の実装における 乱数生成の脆弱性がある。プロセス ID や時刻から乱数を生成していることが判明し、これらの情報を取得できる場合には、総当たり攻撃の所要時間が大幅に短くなるという問題があった。2008年5月15日には、デビアンが脆弱性に関する報告を発表した。オパンするライブラリーのパッケージメンテナンスの際に、誤ったパッチを導入した結果、 鍵生成に適切な乱数が使われずわずか65,536通りの予測可能なものが生成されてしまったことを明らかにした。この影響を受けるのはデビアンサージより後のバージョンのデビアンとそれから派生したダームスモールリナックス、ナピックス、リンスパイア、プロジャニーデビアン、シドジュー、ウブンツ、ユーザーリニックス、ザンドローズである。 脆弱性のあるバージョンのオパンスルは2006年9月17日に公開された。安定バージョンがリリースされた2007年4月8日以降は確実に影響を受ける。脆弱性のあるバージョンのオパンスルで作られた鍵すべて、SSH 鍵、オパンベプン鍵、ムセック鍵、X509 証明書を生成するのに使われる鍵データよび SSL。 TLS コネクションに使うセッション鍵等が影響を受ける。これらの鍵は65,536通りすべてを総当たり攻撃で試すだけで、いずれの鍵が使われているか解読可能であり、また脆弱な鍵がインストールされたデビアンを含むすべてのオペレーティングシステムにおいて緊急の対応が必要であると専門家が注意を呼びかけている。生成された鍵に問題があるため、 デビアン GNU、Linux で生成した鍵を Microsoft Windows のような非ユニックスシステムに導入しているような場合も、この脆弱性の影響を受ける。具体的対応については、デビアンの報告のほか、j e p s a r と CC の勧告等に従うべきである。本節では TLS1.2 の概要を説明する。TLS には主なプロトコルとして、 暗号通信に必要な鍵を鍵共有してセッションを確立する TLS ハンドシェイクプロトコルとマスターシークレットを用いて暗号通信することで確立されたセッションにおけるコネクションをセキュアにする TLS レコードプロトコルがある。その他に用いている暗号方式やハッシュ関数等のアルゴリズムを変更するチェンジサイファースペックプロトコルと通信相手からの通信終了要求や何らかの エラーを通知するアラートプロトコルがある。TLS ファンドシェイクプロトコルは4つのフェーズに対別できる。第1フェーズ第1のフェーズでは、サーバークライアント間で通信に必要情報の合意を図る。このフェーズでは、まずクライアントからサーバにクライオンサロが送信され、次にサーバからクライアントにセルバーハロが送信される。クライオンサロは TLS のバージョン。 乱数、セッション ID、通信に用いる暗号方式や発信アルゴリズムのリスト、通信内容の圧縮方法、及び拡張領域の6つからなる。乱数は鍵共有におけるリプレイ攻撃を防ぐためのものである。セルバーハロもクライオンサロと同様の6つからなっている。セルバーハロの主な目的はクライオンサロで提示された選択肢の中で、 サーバにとって好ましいものを選択することで、例えばクライオンサロで提示されたサイファースイーツの中からサーバが通信に使いたいサイファースイートを一組選ぶ。乱数はクライオンサロとは独立して選ぶ。これもリプレイ攻撃を回避するためである。セッション ID は特に問題がなければクライオンサロと同一のものを返す。 第2フェーズ第2フェーズではサーバからクライアントに対して鍵共有に必要な情報を送る。具体的には、サーバは、サーティフィケート、セルバーキックスチェンジ、セルティフィケートリクエスト、セルバーハローダンをクライアントに送信する。サーティフィケートは、鍵共有で用いる公開鍵と、その証明書で別途取り決めがない限り、X509V3 のフォーマットに従う。 なお、鍵共有方式として、DH Anon を用いている場合には、サーティフィケートは、必要ない。セルバーキックスチェンジは鍵共有プロトコルに依存して、送るデータが異なるが、DH Anon であれば、GX モッド P という形のデータを送る。ここで X は、サーバの秘密の乱数である。鍵共有プロトコルがド、ド d s s ド r s a DH Anon では何らかのサーバーキー。 エクスチェンジを送るが、RSA、DHDSS、DHRSA では何も送らない。セルティフィケイトリクエストは、クライアントの公開鍵と、その証明書を送ることを要求するためのもので、サーバーが共容できる、証明書の種別、ハッシュと署名方式、および認証局のリストからなっている。そして最後に、サーバー側からのメッセージ送信が終わったことを示す。 セルバーハローダンをクライアントに送る。第3フェーズ第3フェーズではクライアントからサーバに対して鍵共有に必要な情報を送る。具体的には、クライアントは、サーティフィケート、クライアントキックスチェンジ、セルティフィケイテベロファイをサーバに送る。サーティフィケートは、鍵共有で用いるクライアントの公開鍵と、その証明書である。証明書はサーバから送られてきた。 セルティフィケイトリクエストの条件を満たさねばならない。クライアントキックスチェンジは鍵共有プロトコルに依存して送るデータが異なるが、DH アノンであれば、GMOD P という形のデータを送る。ここで Y は、クライアントの秘密の乱数である。ここまでのプロトコルにより、サーバーとクライアントの間で、プリーマスターシークレットが共有されたことになる。DH アノンであれば、 プリーマスターシークレットはグキシーモッド P である。プリーマスターシークレットを鍵にした疑似ランダム関数にセルバーハロとクライオンサロの乱数などを並べたものを入力した結果得られたものがマスターシークレットである。セルティフィケイティベロファイはクライアントが署名能力を持っていることを証明するためにこれまで TLS ハンドシェイクプロトコルで送受信された全メッセージに対し 共有されたマスターシークレットで署名したものである。第4フェーズクライアントは必要なら、チェンジサイファースペックプロトコルのメッセージをサーバに送り、終了を意味するフィニッシュとをサーバに送る。同様にサーバも必要なら、チェンジサイファースペックプロトコルのメッセージをクライアントに送り、終了を意味するフィニッシュとをクライアントに送る。TLS レコードプロトコルは、 アプリケーション層から受け取った通信内容を214バイト以下のブロックに分解し各ブロックを圧縮し圧縮されたブロックを認証暗号で暗号化するレコードペイロード防護を施した上で通信内容を通信相手に送信する認証暗号は TLS1.1 までは MAC を付けた後で共通鍵暗号化する MAC 全インクリプトのみが利用可能であった TLS1.2 からは、i s ス GCM のようなエドに分類される、認証暗号専用の暗号利用モードも利用可能になり、TLS1.3 では、エドのみが利用可能となっている。認証暗号に、ブロック暗号を選択した場合、TLS1.1 以降においてフォーは、TLS レコードプロトコルの送信者がランダムに選ぶ。ランダムなフォーは、ビースト攻撃への対策として有効である。 一方、認証暗号で用いる共通鍵は TLS、ハンドシェイクプロトコルで共有されたマスターシークレットを用いる。コンピュータの計算能力の向上とともに、認証の突破、暗号の解読、改ざんも以前よりは容易に行えるようになり、セキュリティ確保のための技術も厳しさを増している。2017年現在では TLS1.2 以上のバージョンの実装が、 推奨され TLS1.1 以下のサポートを停止するサイトも出てきている。2021年3月には RFC8996 により TLS1.0TLS1.1 の使用禁止が求められている。ネットスケープコミュニケーションズ社が SSL の最初のバージョンとして設計していたが、設計レビューの段階でプロトコル自体に大きな脆弱性が発見され、 破棄された。このため、2018年現在では、SSL 1.0を実装した製品はない。ネットスケープコミュニケーションズ社は、SSL 1.0の問題を修正して、再設計し、1994年に SSL 2.0として発表した。また、同社のウェブブラウザである Netscape Navigator 1.1において、SSL 2.0を実装した。その後、 SSL2.0 にもいくつかの脆弱性が発見され SSL3.0 において修正された。SSL2.0 の脆弱性の一つは、ネゴシエーションの情報を改ざんすると、提示する選択肢のうち最弱のアルゴリズムを使わせることができ、改ざんを受けたことを検出できないというものである。さらに悪いことに、この脆弱性を利用すると、双方が、 SSL 3.0をサポートしていても SSL 2.0で接続させることさえ可能になる。SSL 3.0では SSL 2.0との互換性を提供するにあたり乱数領域を使った細工を加えることでこのような攻撃を検出する仕組みを組み込んだ。しかしこの細工が無効にされているサーバ環境も存在し、 クライアントから見ると、SSL2.0 を無効にしない限り、この脆弱性の影響を受ける可能性を否定できない。SSL3.0 以降に対応した実装が十分に普及したものとして、インターネットエクスプローラー7やモジラ、Firefox に、Opera9 などは初期状態で SSL2.0 を無効にしている。この決定を受け、 SSL2.0 しか対応していなかったサーバでも SSL3.0 以降へ対応する動きが広まっている。SSL2.0 にはチェーン証明書がなく、ルート CA から発行した SSL サーバ証明書しか使うことができない。2011年3月 RFC6176 によって SSL2.0 の使用は禁止された。NetScape Communications 社は SSL2.0 の問題を修正するとともに、機能追加を行い、1995年に SSL3.0 を発表した。また、Netscape Navigator 2.0において SSL3.0 を実装した。SSL3.0 の使用書については、2011年に IETF から歴史的文書という扱いで RFC6101 として公開された。 2014年10月に SSL3.0 の使用上の脆弱性が発見されたため SSL3.0 への対応を打ち切り TLS1.0 以降の未対応への移行が望まれている。2015年6月 RFC7568 によって SSL3.0 の使用は禁止された。SSL については使うべきではない。 IETF の TLS ワーキンググループは RFC2246 として TLS1.0 を公表した。TLS1.0 の標準化作業は1996年に開始され年内に完了する予定だったが、いくつかの問題に阻まれ、公表は1999年まで遅延した。TLS1.0 が提供する機能は SSL3.0 とあまり変わらないが、 アルゴリズムやルート CA の自己署名証明書の取り扱いなどの仕様の詳細が変更されたことに加え、これまであまり実装されていなかった選択肢のいくつかが必須と定められた。このため TLS 1.0を実装した製品が普及するまでにはさらに数年を要した。2021年3月 RFC 8996により、 TLS 1.0を使用しないことが呼びかけられている。なお、TLS 1.0は SSL 3.0より新しい規格であることを示すため、ネゴシエーションにおけるバージョン番号は3.1となっている。2006年に RFC4346 として TLS 1.1が制定された。TLS 1.0からの変更点は新しく発見された。 攻撃手法に対する体制の強化が中心である。特に CBC 攻撃に対する体制を上げるため、初期化ベクトルを明示的に指定することにし、さらにパディングの処理も改善された。また、予期せぬ回線クローズ後にセッションを再開できるようになった。共通鍵暗号アルゴリズムとして、ア s スが選択肢に加わった。2021年3月。 RFC8996 により TLS1.1 を使用しないことが呼びかけられている。ネゴシエーションにおけるバージョン番号は3.2となっている。2008年8月に RFC5246 として TLS1.2 が制定された。ハッシュのアルゴリズムに社 -256 が追加されたほか、ブロック暗号について 従来の CBC モードだけではなく GCM、GC CCM といった認証付き暗号を用いたサイファースイートが利用可能となった。また、アイスに関する記述が RFC5246 自体に含まれるようになった。ネゴシエーションにおけるバージョン番号は3.3となっている。新たな TLS のバージョンとして TLS1.3 が提案されてきたが、 IETF は2018年3月23日にドラフト28を標準規格として承認し、同年8月10日に RFC8446 として公開した。TLS1.2 からの変更点としては、データ圧縮の非サポート、フォワードシークルシーではないサイファースイート及び、認証付き暗号ではないサイファースイートの廃止が挙げられる。なお名称を、 TLS2.0 や TLS4 等に変更することが検討されたが、最終的に TLS1.3 に落ち着いた。TLS では、ハンドシェイクプロトコルのクライオンサロセルバーハロで、以後の通信で用いる暗号スイートを決定する。TLS1.2 を策定している RFC5246 では、暗号スイートを以下のフォーマットで表現している。 TLS-DSA と Swiss Ice 256 CBC 社256これは次の意味である TLS1.2 では認証暗号としてマット型のもののみならず Ice GCM のような認証暗号専用に作られた暗号利用モードも用いることができるようになったこの場合 MAC はそもそも必要ないなお RSA 暗号と RSA 署名を組み合わせる ことで実現した鍵共有方式に対しては、TLS RSA RSA w i t h のように RSA を2回書かず、TLS RSA w i t h のように略記する。鍵共有、共通鍵暗号、ハッシュ関数のすべての組み合わせが網羅されているわけではないので、同時に利用できない組み合わせも存在する。SSL、TLS 使用できる鍵共有方式は以下の通りである。 ここで DH はディフィ・ーヘルマンのことである。なお DH、Anon、Icky Anon は中間車攻撃に対して脆弱であることから安全とはみなされていない。いずれの鍵共有においても共有された鍵を用いた疑似ランダム関数にクライアントが選んだ乱数とサーバーが選んだ乱数等を並べたものを入力することで最終的なマスターシークレットを得る。 これによりリプレイ攻撃を防いでいる。これらの鍵共有方式の対応状況は、以下の通りである。事前共有鍵を用いた TLS-PSK、セキュアリモートパスワードプロトコルを用いた TLS-SRP、ケルベロス認証を用いた KRB5 も存在する。独立国家共同体のゴスと規格によって規定された。 鍵共有アルゴリズムである GOST R34.10 も提案されている。共通鍵暗号認証暗号に用いる共通鍵暗号として以下のものがある。ISE-CBEC は TLS1.0 を定義する RFC2246 には含まれていないが RFC3268 で追加された。 TLS1.1 を定義する RFC4346 からは RFC3268 が参照されており、さらに TLS1.2 では定義である RFC5246 にアイス c b c に関する記述が取り込まれた。また、認証付き暗号によるアイス g c m アイス c c m が追加されている。IDEACBC で CBC は、 TLS 1.2で廃止された。ブロック暗号の CBC モードでの利用については、TLS 1.0以前において、ビースト攻撃と呼ばれる攻撃が可能であることが明らかとなっており、クライアント側、サーバー側での対応が必要とされている。TLS 1.1以降では、この攻撃への根本的な対処として初期化ベクトルを明示的に指定し、パディングの処理が改善された。 ブロック暗号であっても GCM、CCM などの認証付き暗号を用いる場合には、これらの攻撃を受けない。ストリーム暗号である RC4 は前日のビースト攻撃を受けることはないが、RC4 には使用上の脆弱性が存在する。2015年2月、TLS のすべてのバージョンにおいて、RC4 の利用を禁止する RFC7465 が公開された。 ストリーム暗号であるチャチャ20と認証のためのポリ1305を組み合わせたチャチャ20ポリ1305が RFC7905 として標準化されている。いくつかの国家標準に基づく暗号化アルゴリズムも TLS で利用可能であり、日本のクリプトレックによる推奨暗号であるカメリア、韓国の情報通信標準規格に採用されているシード、アリアが追加されている。 また、独立国家共同体のゴスト企画によって規定された暗号化アルゴリズムであるゴスト2 8 1 4 7から89も提案されている。SSL が設計された当時は、アメリカ合衆国によって公共度暗号アルゴリズムの輸出が規制されていた。そのため、全世界で共通して利用できるアルゴリズムとして、DRC2RC4 に関して、 暗号強度を40ビットに制限したものが導入されていた。これらは TLS 1.1以降では利用が禁止されている。また、鍵共有のみを行い暗号化は行わないことも可能であるが、平文でのやり取りとなることから安全とはみなされていない。MACTLS、SSL の各バージョンで使用できる MAC の選択肢は以下の通りである。 カランのエドは共通鍵暗号として認証暗号を選んでいるので MAC を用いないことを意味する。独立国家共同体のゴスト企画によって規定されたアルゴリズムであるゴスト28147から89に基づく MAC 及びゴスト R34.11 も提案されている。千二十一年一月現在主要なウェブブラウザの最新版では TLS 1.2、1.3が規定で有効であるが過去のバージョンの OS 向けなどサポートが継続しているウェブブラウザのいくつかのバージョンではそうではない。TLS 1.0、1.1は脆弱性が危惧され2020年から無効化が実施され始めている。基地の脆弱性のいくつかへの対応は十分ではない。TLS、SSL ライブラリーの多くは オープンソースソフトウェアである。TLS は TCPIP ネットワークでホスト名ベースのバーチャルホストを構成する際に問題となる。TCPIP では通信を開始する前にホスト名を解決し実際には IP アドレスとポート番号で接続先を識別している。このため TLS のネゴシエーションの時点では バーチャルホストのうちどのホスト名を期待しているのか判断できずホスト名ごとに異なるサーバー証明書を使い分けることができない。TLS の拡張機能を定義する RFC6066 ではネゴシエーション時にホスト名を伝える手段としてサーバーネームインディケーションを規定している。要例としては HTTP の最新バージョンである h t t p において TLS を利用する際は、スニーの利用が必須とされている。一方、証明書を使い分けず、一つの証明書を複数のバーチャルホストで使い回す方式も広く利用されている。X509 証明書のフォーマットについて記述した RFC5280 では、発行先ホスト名を保持するサブジェクタルネームは一つの証明書に複数のエントリーを作成できると規定している。 これを利用してホストに収容されたすべてのバーチャルホストに対応したサブジェクタルネームを保持する証明書をクライアントに提示すればよい。また発行先ホスト名にワイルドカードを使う方法も考えられる。http over ssl, tls を定義する rfc 2818はワイルドカードの適用について記述している。 バーチャルホストの対象が一つのドメイン名の中のホストであればこの方法で対応できる場合もある。どの方法も実装によって対応状況にばらつきがあり環境によっては使えない可能性がある。なお IP アドレスベースのバーチャルホストであればネゴシエーションの時点で確実にどのバーチャルホストを期待しているか判断できるので問題なく証明書を使い分けることができる。TLS SSL に対する攻撃のうち主なものを以下に挙げる。2015年2月に TLS、SSL に対する基地の攻撃についての情報をまとめた RFC7457 が IETF から公開されている。TLS1.2 ではすでに期待化した RC4MD5 社一が選択可能であり、このことが脆弱性の原因となっている。 MD5 は、すでに衝突が容易に見つかるレベルまで、期待化しているため、これを利用したスロース攻撃が知られている。イチもフリーストとコリジョンが見つかっており安全ではない。RC4、RC4 も TLS のすべてのバージョンにおいて、利用を禁止する RFC7465 が公開された。モジラ及びマイクロソフトでは、RC4 を無効化することを推奨している。 RC4 そのものに対する攻撃法は多く報告されているが TLS、SSL において RC4 を用いたサイハースイートについてはその脆弱性に対処されており安全であると考えられていた。2011年にはブロック暗号の CBC モードの取り扱いに関する脆弱性であったビースト攻撃への対応策の一つとして ストリーム暗号であるためその影響を受けない RC4 に切り替えることが推奨されていた。しかし2013年に TLS、SSL での RC4 への効果的な攻撃が報告されビーストへの対応として RC4 を用いることは好ましくないとされた。RC4 に対する攻撃はアルファデン、バーンスタイン、パターソン、ポネーリング、 シュルトによって報告された。新たに発見された RC4 の鍵テーブルにおける統計的な偏りを利用し、平分の一部を回復可能であるというものである。この攻撃では13-220の暗号分を用いることで128ビットの RC4 が解読可能であることが示され、2013年のユズニックスセキュリティシンポジウムにおいて実現可能と評された。 2013年現在では NSA のような機関であれば TLS、SSL を利用したとしても RC4 を解読可能であるとの疑惑がある。2015年現在ではクライアントのほとんどはすでにビーストへの対処が完了していることから RC4 はもはや最良の選択肢ではなくなっており TLS1.0 以前においても CBC モードを用いることがより良い選択肢と なっている。フリーク及びラグジャムかつて、アメリカ合衆国からの暗号の輸出規制が厳しかった時期に、規制を回避するために一時的に512ビットの RSA 鍵を生成して、そちらで通信を行うというような手法が存在した。この手法については、一時的な公開鍵を素因数、分解することが可能であれば、 中間車攻撃が成立することが1998年時点で指摘されていたが、コンピュータの線路向上、クラウドコンピューティングの普及により、素因数分解が個人レベルですら現実的となったこと、さらに2015年には、オバンする、サファリ、アンドロイドなどでは輸出用でない暗号スイートでも512ビットの一時鍵を受け入れてしまう実装となっていたことが判明し、 フリークとして問題が再浮上している。対策としては、すでに脆弱となっている輸出対応暗号の無効化、クライアント側では、企画書通り、輸出暗号以外で一時的 RSA 鍵を使わないようにするということが挙げられる。2015年5月、ラグジャムと呼ばれる脆弱性が発見された。これも、 フリークと同様に輸出用の512ビットの一時鍵を受け入れてしまうものである。フリークとは異なり、ラグジャムは TLS プロトコル自体の脆弱性である。発見時点において主要なブラウザのすべてがラグジャムに対して脆弱である。バージョンロールバック攻撃ホルススタートやスナップスタートといった TLS、SSL を高速化する変は攻撃者が 一定条件下において、本来利用可能な TLS、SSL のバージョンよりも低いバージョンで TLS、SSL 接続を行うよう仕向けることや、クライアントからサーバーへ送られる利用可能なサイハースイートの一覧を改ざんし、より低い暗号強度やより弱い暗号化アルゴリズム、鍵交換アルゴリズムを使用するよう仕向けることが可能であると報告されている。さらに、 特定の環境においては、攻撃者が、オフラインで暗号化に用いられた鍵を回復し、暗号化されたデータにアクセスすることも可能であることが、アソシエーション・フォー・コンピューティング・マシーナリーの、コンピュータ・セキュリティ・カンファレンスで報告された。ビースト攻撃2011年9月23日、暗号研究者のタイド・アングとジュリアーノ・リッツォが、ビーストと呼ばれる TLS1.0 における、 ブロック暗号の CBC モードの取り扱いに関する脆弱性のコンセプトを Java アプレットの同一生成元ポリシー違反によって実証した。この脆弱性そのものは2002年にフィリップ・ローゲウェイによって発見されていたが2011年の発表までは実用的なエクスプロイトは報告されていなかった。2006年に発表された TLS1.1 において ビーストへの脆弱性は修正されていたが、2011年の実証まで TLS1.1 への対応は、クライアント、サーバーの双方でほとんど進んでいなかった。Google Chrome および Firefox はビーストによる影響を直接的に受けることはないが、モジュラは TLS、SSL のためのライブラリーである、ネットワークセキュリティサービスに対して、 ビースト及びそれに類似した選択平文攻撃に対する TLS 1.0以前で有効な対応策を2011年に施した。NSS は、モジラ Firefox などのモジラのソフトウェアだけでなく、Google Chrome など他のブラウザでも用いられているライブラリーである。NSS での TLS 1.1以降への対応は2012年までずれ込み、 Firefox で TLS 1.1以降を規定で利用可能となったのは2014年のバージョン27である。Microsoft は2012年1月10日にセキュリティブレティン MS12 から006を発表し、Windows で用いられているライブラリーであるスチャネルに対して修正を加えた。Windows 7以降では TLS 1.1以降が利用可能である。 アップル製品では、MacOS では、V10.9 において、TLS1.1 以降への対応及び、TLS1.0 以前における、ビースト脆弱性への対応がなされているが、V10.8 以前では、TLS1.1 以降への対応、TLS1.0 以前における、ビースト脆弱性への対応のいずれも行われていない。iOS では、5以降では、TLS1.1 以降が、 利用可能であるが、TLS 1.0以前におけるビースト脆弱性への対応は行われていない。iOS7 で初めて TLS 1.0以前におけるビースト脆弱性への対応が行われた。TLS の初期のバージョンはパディングオラクル攻撃に対して脆弱であることが2002年に報告された。ラッキー132013年にはラッキー13攻撃と呼ばれる。 新たなパディング攻撃が報告されている。2014年現在では多くの実装においてラッキー13攻撃に対して対応済みである。プードル攻撃2014年9月15日、Google の研究者によって SSL3.0 の設計に脆弱性が存在することが発表された。これは SSL3.0 においてブロック暗号を CBC モードで使用した際に パディング攻撃が可能となるものであり、プードルと名付けられた。平均してわずか256回のリクエストで暗号分の1バイトの解読が可能となる。クブ ID はクブ -2014 から3566である。この脆弱性は SSL3.0 の使用のみに存在するものであり、TLS1.0 以降に影響はないが、 使用なすべてのブラウザでは TLS でのハンドシェイクが失敗した場合に SSL3.0 での接続にダウングレードする。そのため攻撃者はバージョンロールバック攻撃によって SSL3.0 での接続を行わせることでこの脆弱性を利用可能となる。プードル攻撃への根本的な対処法は少なくともクライアントサーバーのどちらかで SSL3.0 を 無効化することである。しかし、古いクライアント、サーバなどでは TLS 1.0以降に対応していないため、互換性を考慮して SSL 3.0を無効化できない場合がある。そこで、プードルの発見者は TLS Fallback SCSV の実装を推奨している。この実装により TLS から SSL 3.0の f ー l l b a c k が抑止されるが、これは クライアント側だけでなく、サーバー側の対応も必要である。Google Chrome ブラウザや、Google サービスのサーバーはすでに TLS フォルバック、SCSV に対応しており、加えて、数ヶ月以内に、これらクライアント、サーバーから SSL 3.0のサポートを除去する予定である。2014年11月リリースのバージョン39において、 SSL 3.0へのフォールバックを2015年1月リリースのバージョン40において SSL 3.0そのものを規定で無効化している。オペラも Google Chrome と同様に TLS フォールバック SCSV を実装済みであるほかバージョン25においてアンチ・プードルレコードスプリッティングと呼ばれる異なる対策を実装した。 モジラでは2014年12月リリースのモジラ、Firefox34 及び ESR31.3 から SSL3.0 を無効化したほか、Firefox35 において TLS フォルバック SCSV をサポートした。マイクロソフトではグループポリシーから SSL3.0 を無効化する方法を公開しているほか、10月29日に Windows Vista サーバー2003及びそれ以降の IE において SSL3.0 を無効化するフィックスイットを公開し数ヶ月以内に IE 及び Microsoft のオンラインサービスにおいて SSL3.0 を規定で無効化する方針を表明した2015年2月のアップデートにおいて IE11 の保護モードにおいて SSL3.0 へのフォールバックを規定で無効化した 加えて、2015年4月に IE11 において SSL3.0 自体を規定で無効化した。サファリでは、プードルへの対策として SSL3.0 において CBC モードのサイファースイートを無効化した。これによりプードルの影響を受けることはなくなるが、SSL3.0 において CBC モードを無効化したことで、脆弱性が指摘されている RC4 しか、 利用できなくなるという問題が生じている。サーバー側では NSS が2014年10月3日にリリースされたバージョン3.17-1及び10月27日にリリースされた3.162.3で TLS、ホルバック SCSV に対応したほか2015年4月までに SSL3.0 を規定で無効化する予定である。オパンスルは 10月15日リリースのバージョン 1.0.1J 1.0.0.9.8ZC で TLS フォールバック SCSV に対応した。リブレスルでは10月16日リリースのバージョン2.1.1で SSL3.0 を規定で無効化した。2014年12月8日に SSL3.0 ではなく TLS1.0 から1.2に対して 有効なプードル攻撃の変報が報告された。この変報は TLS の使用においてサーバー側に要求されているパディングのチェックをまさしく行わない実装において SSL3.0 を無効にしていたとしてもプードル攻撃が可能となるというものである。すなわち SSL3.0 に対するものが使用そのものの脆弱性であるのに対し TLS1.0 以降に対するものは 不適切な実装による脆弱性である。SSL パルスでは公開前の時点で HTTPS 対応のサーバーのうちおよそ10%がこの変更に対して脆弱であるとしている。この変更の区分 ID は区分 -2014 から8730である。この変更では SSL 3.0へダウングレードさせる必要がなく、 TLS1.2 のままで攻撃が可能であるなど、オリジナルの SSL3.0 に対する、プードル攻撃よりも実行が容易であるとされる。TLS1.2 では平分を圧縮した後に、暗号化を施す。しかし圧縮後の平分のビット長さは、圧縮前の平分に依存し、しかも、暗号分のビット長は暗号化する文書イコール、圧縮後の平分のビット長に依存するので、 暗号文帳から平文の情報が攻撃者に漏れてしまう。この事実を利用した攻撃を圧縮サイドチャンネル攻撃という。TLS1.2 には以下のような圧縮サイドチャンネル攻撃が知られている。クライム攻撃2012年にビースト攻撃の報告者によって TLS においてデータ圧縮が有効な場合において本来第三者に対して秘密であるべきクッキーの内容が 回復可能となるクライムが報告された。ウェブサイトでのユーザー認証に使われているクッキーの内容を回復されることでセッションハイジャックが可能となる。2012年9月にはモジラ・ファイアーフォックス及びグーグルクロームにおいてクライムへの対応が実施された。また、マイクロソフトによればインターネットエクスプローラーはクライムの影響を受けない。クライムの報告者によってクライムが TLS 以外にもデータ圧縮を利用する s p リや HTTP といったプロトコルにも広く適用可能であることが示されていたにもかかわらず、クライアント、サーバーのいずれにおいても TLS や s p リに対する修正しか行われず、HTTP に対する修正は行われなかった。ブリーチ攻撃2013年に HTTP でのデータ圧縮をターゲットとした。 ブリーチと呼ばれるクライム攻撃の変報が報告された。ブリーチ攻撃では、ログイントークン、メールアドレスなどの個人情報をわずか30秒で取得可能であり、不正なリンクを訪れさせたり、正当なウェブページに不正なコンテンツを挿入することも可能であった。使用するアルゴリズム、サイファ e r s u を問わず、すべてのバージョンの TLS、SSL に対して、ブリーチ攻撃は、 適用可能である。TLS でのデータ圧縮やスプリでのヘッダ圧縮を無効とすることで容易に回避可能であったクライムとは異なり、ブリーチを回避するためには HTTP でのデータ圧縮を無効にする必要があるが、通信速度の向上のためにほぼ全てのサーバが HTTP データ圧縮を有効としている。現状ではこれを無効化することは現実的ではない。 サイネゴシエーション脆弱性2009年11月4日 SSL3.0 以降のサイネゴシエーション機能を利用してクライアントからのリクエストの先頭に中間者が任意のデータを挿入できるという脆弱性が報告された。プロトコル自体の脆弱性でありすべての実装が影響を受ける。この脆弱性への簡単な対策はサーバにおいてサイネゴシエーションを禁止することである。 根本対応としては TLS エクステンションを使った安全なサイネゴシエーション手順が RFC5746 として提案されている。この脆弱性を利用した中間車攻撃ではサーバが RFC5746 に対応しない限りクライアントはサイネゴシエーションが発生したことを検出できないのでクライアント側のみで対応することは不可能である。 切り詰め攻撃 TLS での切り詰め攻撃では、ユーザーが Web サービスからログアウトすることを妨害し、意図せずログインしたままとすることが可能である。ユーザーからログアウト要求が送信された時に、攻撃者が偽の TCP フィンメッセージを平文で挿入する。このメッセージを受けたサーバでは、ユーザーから送られたログアウト要求を受け取らないため、ユーザーの意図とは異なり、 ログイン状態が維持される。2013年の報告では、この攻撃への対応として、Gmail やフォトメールなどの Web サービスでは、ログアウトが正常に完了した旨のページを表示するようになった。これにより、ログアウトしたか否かをユーザーが確認することが可能となり、攻撃者によって、ログイン状態のアカウントを悪用される、危険性が軽減される。この攻撃では、 目標のコンピュータにマルウェアなどを導入する必要はないが攻撃者が目標とサーバの間の回線に割り込むことが可能であることと目標のコンピュータに物理的にアクセス可能であることが求められる。ハートブリードハートブリードは2014年に発覚したオパンするライブラリーのバージョン1.0.1から 1.0.1F の間で発見された深刻なセキュリティ脆弱性である。 この脆弱性を利用することで TLS、SSL によって保護されているはずの情報を盗むことが可能である。このバグではインターネット上の誰もが脆弱性のあるオパンスルを利用しているシステムのメモリにアクセスすることが可能となりサービスプロバイダーの認証やデータの暗号化に用いられている秘密鍵、ユーザーのアカウント及びパスワード、実際にやり取りされたデータなどを取得できる。 これにより、メッセンジャーサービス、電子メールの盗聴、データの盗難、なりすましなどが可能となる。トラストワージーインターネットムーブメントは、TLS、SSL に対する攻撃に対して脆弱な、ウェブサイトの統計を発表している。2019年8月における統計は、以下の通りである。ありがとうございます。